はい、お疲れ様でございます。前回ね、動物タワーバトルっていうゲーム紹介したんですけども、今回は動物タワー3、動物 3D タワー、これ 3D はどこに入れるんですかね。動物タワーバトルの 3D 版、これがなんかリリースされたのでやっていきたいなと思います。はい、それではやっていきましょう。これ再生、これか、え、回、お、3D ですね。ほんまに 3D ですね。え、めっちゃリアル。これ、無料で遊べるんですけどもね。これは、これな、バッファローですか？ちょっとよくわからん。はい、これを落とすと。うわ、また一緒のが、これ、オスとメスの違いかな。これ横に並べたらいいんですか？え、これ、動かし方がわからん。あ、こういうことか。あ、十字キーをこう、動かして影を、そしてここに影が被ってないところで落としたら大丈夫ですよね。そうですよね。お、ここ3匹並べてみましょうか。これは多分シマウマかなんかですか。ちょっと横からも見てみましょう。お、すごいですね。これ下からも見える。前から、後ろも。はい、尻尾。あ、これちょっと前出すぎたんか？いや、最初置いたバッファローが前出すぎましたね。はい、ここで3頭並べて、次これライオンですかね。ライオンはこの、間に、いや、もうちょっと前ですかね。これ影で調整していきたいと思うんですけども。いけますか？おー、倒れる。うわ、そうなる？うわ、厳しいな。そんなとこまでリアルに。そして次出てきたのが、またライオンですか、これ。ライオン2匹並べたかったな。ここに、いや、厳しいな。これ大丈夫かな？これは、被ってますよね。4回目に来たライオンの足と被ってるみたいですね。もうちょいギリギリまで。この辺。はい、ああ、そっち落ちる。うわ、それは聞いてないな。もう一回行きましょうか。5個しか行けませんでしたね。もう一回行きましょう。そしてこれ最初並ぶ順番っていうか落ちてくる順番なんですけどもね。絶対このバッファローみたいなのが出てきますね。あ、そうでもないな。これランダムですか？これ白熊っぽいですね。白熊をバッファローの横に。はい。おお、いい感じですか？これサイですか？サイも体積がちょっと大きいんでね。はい。こちらの左の方に並べたいと思います。あ、もうちょい前やったかな。これチーターですかね。チーターは、これちょっと角が邪魔やな。これまた、え、回転したらいいんですか？回転ってそっちの回転？これ上下はできないです。うわ、これめんどくさいな。足がうまいこと置けるかですよね。うわ、これ安定しない。またさっきみたいなパターンになる。はい、そりゃそうなりますよね。あ、うまいこと間に入った。うわ、でも失敗。ここが邪魔やな。次はライオンですね。ライオンもまたさっきみたいなことになると大変なことになりますからね。これ回転して頭の方が絶対重いと思うんでね。これ落ちますよね。やっぱここに並べるしかないと思うんですけども。あ、シマウマ落ちるか。おお、うまいこと挟まった。して、これはもう真ん中ぐらいにいっときましょうか。おお、うまいこと立ち寄った。いや、なんか大きいの見えてる。なんやこれ。カバやカバ。うわ、これ厳しいな。これ逆向きの方がいいですかね。カバは多分ね、尻尾の方っていうかね、下半身の方が重いと思うんでね、こうですよね。これを、もうちょっと微調整。うわ、チーターの尻尾邪魔やな。これは落ちますかね。もうちょい、気持ち真ん中に寄せましょうか。いけ！乗った？いけた。いけた。お、うまいことフィットしてるな。そして次が、これチーターですか？チーターは、もうこのまま、この間に入れましょうか。いや、ちょっと斜め、カバーが上向いてるな。背中安定しないんでね。どうしましょうか？これ逆転しましょうか？やっぱこう向きですよね。こう向きで、カバーの背中を、ここベストですけどね。はい。おお、いけた。最高記録、8個も乗った。8個ってなんか物扱い。今のは失礼しました。はい、またチーターですね。チーター難しいですね。次、このライオンとライオンの間。うわ、これ影が映ってない。あ、これか。いけるかな？こう置いてみましょうか。うわ、ちょっと微妙なとこやな。落ちるかな？おーい、惜しい。うわ、8個や。8個、ベストスコア。
はい、こちらのゲームなんですけどもね、ちょっとあの iPhone の方にあるかわからない、 Apple の方にあるかどうかわからないんですけどもね、 Android の方は無料であのリリースされてるんでね、ぜひちょっとダウンロードして遊んでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。